道瞑想の小部屋へようこそ。この動画は初めての方に簡単に誘導瞑想の中でやっていることをご説明する動画です。誘導瞑想というのはあなたの感情脳を変えるものです。感情脳は子どもの頃の脳なんです。6歳以下でもうすでに作り上げられた脳なんですね。ですからこの回路を使っていると理屈が通りません。理屈で考えると A というものがいいのにどうしても B がやりたいということがありますよね。例えば勉強しなくちゃいけないと分かっているけれどどうしても今ゲームがやりたい、そんな感じです。それは感情脳が優勢だからゲームをやってしまうんですね。ですからこの感情脳を直してしまえばあなたはとても勤勉になって人生も良くなるでしょう。この感情脳を直すやり方が6歳の自分をイメージするというものなんです。正確には6歳以下です。ですからそれが4歳であっても3歳であっても構いません。動画の中でできれば3歳をイメージするといいですねと言っているところがあります。3歳のイメージの方が感情的なものにアクセスするからなんです。6歳だと少し理屈もわかるような状態です。もしあなたが6歳しかイメージできないというのでしたらいつでも6歳でも構いませんよ。そしてこの誘導瞑想を聞くときには寝る前がぴったりなんです。というのは誘導瞑想を聞くということそのものよりも実はこの誘導瞑想の内容を潜在意識の中に流したいからなんです。寝るときはいつも潜在意識の中に戻っていますから寝る前だと潜在意識の中に持ち込みやすいんですね。でももちろん昼間聞くのもいいことです。あなたが音楽を聴いているときにそれが勝手に頭の中で回るっていうことがありますよね。そのように昼間聞いているとそれがなんとなく頭に残って潜在意識の中に自然に入るということもあるからです。あなたの性格を早く直したいならば聞く回数を増やせば増やすほど早く治ります。ということで早く治したい方は昼間も聞いてくださいね。そして夜寝る前は必ず聞くと早く治ります。ということでぜひこの誘導瞑想の小部屋をどうぞご活用くださいね。ではどうぞ聞いてください。